始まりました。トッキーニ氷介の旅のトッキーニ氷介です。今日は宮崎市に来てちょっとご飯を食べようと思います。あいにくの雨ですが行ってみたいと思います。今はなんか柳丸ってところにいます。で、朝着いたので朝ごはんを食べに行きたいと思います。行くところは中央市場の中になんか安いご飯屋さんがあるみたいなのでそこに向かっていきます。はい、宮崎県中央市場に来ました。ちょっとここでご飯食べてブラブラしたいと思います。はい、味一さんに行きたいと思います。市場の中にあるよ。店の雰囲気はこんな感じ。広いよ。でね、テーブルと座敷もあるよ。はい、メニューはこんな感じ。安いよ。ね、見て、安いでしょ。もうこれ近いな。こう、ほら。ね、安いね。こう、カツオ丼も新発売。はい、朝定食です。ご飯とたくあんと美味しいお味噌汁とお魚卵海苔だよ。いただきます。味噌汁美味しい。美味しいやろ。味噌汁やろ。味噌汁美味しいやろ。味噌汁美味しい。うん、やっぱ美味しいのは美味しい。まあ一番のやからね。うまいよ。ごちそうさまでした。美味しくいただきました。サバは脂が乗ってて美味しかったよ。アジさん、ごちそうさまでした。美味しくいただきました。他にもラーメンの屋台骨屋さん、餃子の屋台骨屋さん、チャーハン屋さんがあるんで、皆さんぜひ市場の中のご飯も食べに来てね。はい、次行くときはここはカンカン通りに行ってみたいと思います。ハルズキッチン、500円、安いね。大500円に小350円におかず200円、安っ。海鮮丼もある。あ、ここかな。すごい。弁当バイキング、あ、選ぶんやん。500円で蓋が閉まればこの値段。500円、350円、200円。お弁当のバイキングになってて、おかずがいっぱいあるからその中から選んで取るみたい。値段はこんな感じ。すごいね。ここは雨が降っても大丈夫だね。屋根があるから楽しそう。いろんなのがある。うわ、麺を作ってる。すごい。おお、麺とか売ってる。すごい。宮崎名物釜揚げうどん。すごいね。スープとかも売ってるんだね。すごいすごい。おお、なんかすごい限定のが売ってる。おお、美味しそう。こっちも行ってみよう。あ、コーヒー屋さんがあるね。稲荷食堂っていうのがあるね。豚ポン酢丼580円。安いね。生姜焼き430円、安い。稲荷食堂、わあ、岡崎じゃん。岡崎、すごいいい肉だ。うん、わあ、すごいすごいね。うわ、見て、ほら、うまそう。わあ、いろんなのがあるね。あ、うまそう。ハンバーグとかね。パイン牛ってなんだろう。赤身筋、すごいよ。この駄菓子屋さん、和菓子屋さん。お菓子の正気は、な、和
おお。ああ懐かしい感じのが。なんか食べる？うん、一回もらおうか。お皿屋さんもある。わあ、パン屋さんだ。パンもあるんだ。うまそう。あ、じゃりパン。すごいね。手作りおかずだ。おにぎりとかもある。わあ、こんだけ入って500円ってすごいね。わあ、すごい。いいね、これ。雨が降っても気にならんね。ああ、すごい。餃子屋さんが、あ、これが屋台骨の餃子。これ美味しいんだよね。こっちは夏ベリーさん。くるみとか売ってんだね。あ、夏系はいいね。見て、4個で1080円だったよ。あ、お菓子も売ってる。美味しそう。祭りとかいいんじゃない？ねえ。あ、閉まってる。今日閉まってるけど、韓国のご飯屋さんもある。え？子供食堂。おお、すごい。ゼリーとか売ってる。ここは何屋さん？あ、魚屋さん。ご飯にかけて食べたら、すごいな。楽しいね。ね、いろいろと。嘘。ああ、魚ね。あ、こっちも何でも屋さんみたいなのがあるわ。ああ、見て見て、あれ。かき氷のシロップ。安いよね。買っとったらこれメロン味よ。こういうのも美味しそう。ああ、すごい。おお、車が来た。車も通れるんだ。すげえ。ああ、なんかいろいろあるでしょ。ちょっと見てみる？すごい。これ安くなってるんや。おお、すごい。こんにちは。すごいね。ところてん88円で安いね。いろいろなロシアのネカ。おお、すごいすごい。いろいろ。あ、缶詰だ。うまそう。うわ、すげえ。今の缶詰ってなんかすごいね。お持ち帰り専門ホルモンのやすちゃん。休みだ。はい、です、です。はい、ちっちゃいカメラですよ。はい。楽ですね。ああ、楽です。はい、ポケットに入るぐらいの大きさですよ。はい、です、です。ねえ、屋さんもあるね。すごい、いっぱいあるよ。これもやっぱ安いかな、花で。やっぱ市場って面白いね。いろいろあるよ。わあ、コチョウランだ。すごい、コチョウラン4000円は安いはず。普通1万円とかするんじゃないかな、コチョウラン。それで5000円。安いね。すごい。ああ、6000円の丸か。でも安いはず。これで6000円は大体1万円ぐらいするもんね、基本多分。あんま花に詳しくないけど。おお、段ボールがすごい、すごいね。あ、これはなんか入れ物とかだね。いっぱいある。いろいろあるな。
あすげえ。あ、マンゴーの箱も、箱だけやけどマンゴー、すげえ。マモアグ今日はいいんじゃないでしょうかね。えなるほどね、すごいね。あ、また岡崎牧場だ。すごいね、岡崎牧場広いね。こっちにもあるのね。あートランスポート株式会社。あ、メダカとか飼ってる、かわいい、かわいいね。あ、手作りお弁当屋さんもある。竹村さんね。あ、こっちもあれか、入れ物。おお、安っ。あーすごい、営業中ののれんとかだ。面白いな、ここ。シールとか売ってる。ここは氷屋さん。すごい、氷屋さんがある。高春ミネラル株式会社氷製造直売所。休憩もできるじゃん。かき氷100円だ。ちょっと後で計算に言ってみよう。氷屋さんのかき氷が食べれます。氷の味持ってます。氷の味持ってます、ね、で、ふわふわなんですね。はい、ふわふわふわができるんですよ。硬いからですね。他のキッチンカーとか屋台に入れるでしょ。やっぱり外に出しておいて、水になるから。ああ、一回溶かしてからやった方があれなんですね、はい、ふわふわになると。すごい、次食べてみたい、はい、ぜひここ来た時はみんなかき氷を食べてくださいね。雨の日はちょっと氷出しない時があるからふわふわ食べれないけど、晴れてる日は食べれるよ。わあ、一周してきた。はい、市場見てきました。楽しかったね。うん、いろいろありましたよ。懐かしい昔ながらのもあったし、お菓子もあったし。でかき氷食べようと思ったけど、かき氷は今日雨で氷を外に出してないから、なんかふわふわのが作れないから、また美味しい時に食べきてねって言われたんで、その時食べ行きます。午前中はイオンで遊び、お昼はまた市場に来ました。もう一つご飯屋さんを紹介します。はい、じゃあチャーハン専門店園に行きたいと思います。店の雰囲気はこんな感じ。おしゃれだよ、中もメニューはこんな感じ。いっぱいあるよ、うまそう。こういうね、種類がありますよ。いやー、うまそうね、どれもね。メガもある、メガもすげー。テイクアウトもやってるよ。へい、地鶏チャーハンにスープ。おいしそう。ね、ちょっとじっくり取ろうかな、じっくり。おいしそうね。スープもじっくり取る。舐めるように取る。舐めるように。うまそうでしょう。あっかい、じゃあいただきます。いい、食べて、うまい、うまいめっちゃうまい。神や神、食べたしい。これジドリ、うん、ジドリ。あとちょっと食べてみていい。うまい、うまい。
ホットスープ飲んでみていい？ホットスープ、うん、効いてる、うまい。ケイさんは？ケイさんは？あ、はい、オムレツチャーハン、オムチャーハン、すげえうまそう、トロトロやん、うん、ちょっとちょっとあれしてなめるよね、それなめるよ、うわーうまそう、いい、もらって、こんな感じ、こんな感じ、うわー、トロトロチャーハンも、こんな感じ、うまそう、うまそうだね、ちょっと食べてみていい？食べてみよう。うん、うまっ。あ、なんか、なんか味が効いてるよ。なんかつけてるね。なんやの？うまい、うまい。ソースみたいなのがうまい。おいしくいただきました。ごちそうさまでした。めっちゃうまいわ、このチャーハン。最高。1位、チャーハン1位。トッキーニ標識一押しのチャーハン専門店です。今のところチャーハンでランキング1位はここ円です、ね、トッキーニ標識に食べてほしいチャーハンがあったらまた皆さんご紹介ください。ではまた。あ、ちなみにこういうのもあった、美味しそう。では皆さんも時間があったら市場来てみてください。ちょっとこじゃんけん、せーの、ティ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 じゃんけんぽん、また見てね、グーだよー。トッキーニ氷介の旅、高評価チャンネル登録よろしくねー。